はい、皆さんはこんばんちは。ゆっくり霊夢よ。マリサだぜ。はい、それじゃあレベル2、ロリポップランドに進行。ロリポップって何なんだぜ。虹色のキャンディーを表すみたいよ。だからこのステージは総じて甘ったるいコースになることでしょうね。マジで？ほら甘ったるい。で、これどこ行けばいいの？下に降りていくんじゃねえの？で、いつもの感じなら下にサーキブルがいるはずだぜ。パラソルはドルディちゃんに叩きます。パラソルでで、ほんとだ、サーキブルいる。なんでわかったの？いや、スーパーデラックスにこんなに多様なコースがあってだな、似てるなぁと思って行ったら当たったぜ。あ、でも早速新しい要素が見えたわ。なるほど、これがロリポップタンクね。早速ロリポップ要素発見。おお、後ろのブロックは投げ倒すのか。っていうか、この爆弾パラソルじゃ防げないのかな？防げないだろ。さっきどうぞパラソル吸い込んでください的な感じだったから、いくらか有利にはなるかもしれないけどな。おっと、より日々ブロック発見。そんなことってなんだよ。まさかのサンストゲート。ああ、そういえばパラソルのガードは顔を覆うやつだったわね。この角度はパラソルじゃ防げなさそう。やっぱりな。後ろなんか出てくるかも。なんもねえのかよ。レイムー、寒くなったからこそソフトクリームよ。嫌がらせか何かなのか。はい、そして今回のコピーたちはウィップとウィップだけ？パラソルはドルブイだからウィップ、ビーム、パラソルだな。で、グランドイリー、初めて見たわこいつ。さあ、そのグリズリーアンブレラで瞬殺するんだぜ。あれ？でも思ったより効いてないわね。いや、まあ食らってるは食らってるんだけど、ウィーやロボゴに比べて攻撃力低いのかな？それよりこいつタイヤの意味なしてない攻撃繰り出してくるな。ちゃんと地上を走ればいいのに。さあ、グリズリーアンブレラ、じゃあアース、ぐっそこれで終わりよ。グランドイリー撃破、そしていただきまーす。ホイールゲート。猛烈強烈ラッシュでラッシュ。走れば無敵だ、前に敵なし。ロボボと違うところはあるかな？特になさそうだぜ。このスタートダッシュもあるわね。よーし、気持ちいい。爆走かましていくわよ。溜めて溜めて、ドーン。ホイール鉄走コースったぜ。ジャンプできっちり掴んで。はい、また爆走タイム入りまーす。え？危な。セーフ。危ねえ。何やってんだよ。お、後ろにサンスト発見。あ、ちょ、別にいいだろ。なるほどなるほど。どうせ間に合わないからここで待機するわ。はーい、出発進行。じゃん、で即走って。はい、間に合いましたー。サンストゲート。ここはホイールで駆け抜け。問題ないぜ。何やら不思議な音か。で、やっぱそうですよね、ロリポップタンクさん。元いはドルディ。大体のギミックはアドルディ行きだぜ。誰かに命令されて動いてんの？この子、よくわからん。便利屋だぜ。宇宙で全然買えるからね。で、ヒビブロック発見。ワンアップゲーっと。なんかあれだな。今作はヒビブロックがところどころに配置されているな。しかもその中が、どうでもいい星からサンストまで幅広く置いてあるから、全然気が抜けないわ。下のブロック壊してみよう。あ、落ちるぜ。ワドルディちゃんさようなら。先般だからね、仕方ないわね。で、あれ？別にいいだろ。いや、奥の宝箱行くのに。あー、勘違いしてたわ。オッケーオッケー。ブロック壊さないとダメだと思ったのか。その通り。サンストゲーっと。よし、ここもコンプリートしたな。元気ドリンクもちゃんと飲んで。ちゃん。さあ、その先は？はい、到着。ゴール。前回でミスったから、また7を狙いに行くわ。頑張れ頑張れ。おっおー、1取っちゃったわ。まあ、キーホルダーもらえるし別にいっか。あ、クソつまんない2を取るよりはだいぶマシだぜ。まあ、取る意味ないのは確かね。はーい。スターシープ、ルーミアだぞ、覚えてるかー？知らんな。キラー？確かにかなり似てるけどな。さあ、次のコース次のコース。なんかドッスンとかも出てきそうなコースね。レッツゴー。あ、スナイパーいるぜスナイパー。そういえば今作からすれば新コピーよね。せっかくだしコピーしてみよっと。スナイパーゲーっと。狙撃マップになるのかな、ここから。あれ、上に放射する技なかったって。まあ普通に撃ち抜くけどね。奥の水槽へ狙撃できたら面白そうだけどな。この魚と言えるか微妙な生物はムシムシ。で、こここそね、足場を壊さず的確に敵を撃ち抜いていくんだぜ。この微妙な角度でね、
をためると攻撃範囲も広くなる不思議。火の力がみなぎるからだぞ。であれ上方向に射撃は、あ、こうか。今度は魚を反射するんだぜ。足場を壊さず獲物だけを確実に。また奥から魚が飛び出してきそうだぜ。構わなくてもいいけど、せっかくだから射抜いていきましょうか。最大弾はやっぱり強い。危ねえ。ナイス判断だぜ。おっと、ここで量でもしてくださいと。はい、かとったぞー。本当に量でもしてるみたいだな。ここで森でも使えば完璧。で、奥に森があるじゃねえか。うわ、ほんとだ。登場。ちゃん、ちょっといい森持ってるわね。私に貸して。スピアでーっと。槍の名手だ、まさに戦士。水の中でもスイスイ操る。ロボボではスピアも確かなくなってたよな。久しぶりね。とー。近距離での扱いにしたも健在だぜ。そうだったわね。だいぶ中距離を意識しないと。まあどうでもいいところとか、上から降ってくるときはこれで飛んでいきまして。くらえ。見事にドテッパラに命中。足場は無駄に切らないスタイル。様式バセゴッハー。今のでお前は死んだぜ。リアルならね。でおー、ちょうど良い獲物がたくさんおるではないか。さあ私の晩御飯になりなさい。別に潜ってつけばいいじゃん。とうまくいかないわね。普通に素潜りしてついていくことにするわ。いや、危ねえ。お前はどの策でもいるな、クラゲゴン。嫌な奴に限っているもんだぜ。さあ、サンストよこしなさい、サンスト。と、おなじみハットンがあるぜ。ハットンが高齢になってるのもなんかおかしいわね。もちろんいい意味で、今普通に足場踏み外したぜ。画面傾けるのについつい。むう、やり直し。もうちょっときっちりジャンプしてから。はい、オッケー。サンストゲーっと、落ちたハットンの破片きれいさっぱりなくなったぜ。おそらくハットンって名前の別の物体よ、あれは。さあ右側も特に何もなかったし、さっさと戻りましょう。よし、ストッキ。あ、ちょ、待って。理不尽な攻撃が魚を襲う。これもカービィの奇妙な伝統だぜ。またスピア？危な。さっきの二の舞になりそうでヒヤッとしたわ。今度から本格的に素潜りしていくみたいだぜ。タコでも取れないかしら、タコ。ただウツボは勘弁願うわ。本家みたいにウツボは取ったらできないからな。はい、エイモドキは無事始末しました。ってなんだこの星は。オーサンストが出てきたぜ。なんかすんなり出てきたわねー。それ、それ、なんか楽しくなってきた。それ、それ、それそれ。この中距離を意識しての突きが面白い。こりゃまた独特なものにハマったな。このクラゲゴンは最新の注意を払って。キーホルダーゲーっと。そして続いて、その前にまたエイを狩る。サンストゲーっと。このエイは倒しても延々復活してくるな。ふふふ、それならこの時済まされた一突きを繰り出すだけよ。見よ、この乱れ突き。イカも発見。危な。スピアは斜めには吹けないから注意しろよ。ウィーの時それで散々ダメージ受けたからね。重いクラゲ。あの理不尽なリーチで来る斜め攻撃は辛いぜ。森タイムは終わりかな。ビッグバンだぜ、ビッグバン。レンガからも入るなんて、なんとたくましい生命力なんでしょう。とりあえずいただきまーす。さあ今度は魚どもを一気に丸飲みにしてやるのか。クジラのごとく。でも今は明らかこのおもちゃの車を吸い込むようね。よかった、潰されはしなくて。もういいの時みたいな理不尽なプレスはなくなったみたいだな。いやーねー、あのプレスはひどいわ。たまに過去の収録見返してもまだ思うもん。まあそれはさておき。なんか奇妙な箱があるわ。上に発射するものがなくなってしょんぼりしてるぜ。戻したらまたウェイウェイ状態になるかも。あ、戻ったわ。別にいいだろ、そんな奴の相手しなくても。おっしゃる通りで。さあ、あのウェイ箱を今回はどうにかしていくようね。ぶっちゃけ吸い込むだけだから、それっぽいところ来たら B ボタン押すだけだけどな。はーい、私のお腹の中に入っておいでー。ごっくん。まあそのうちパズルみたいなのも出てくるでしょ。これは吸い込んで、はい、下から通っていきましょうねー。なんか左に氷があるぜ。確かに。ぜひ、急に出てくるからびっくりするじゃないもう。まああれは後々吸い込むとして、氷はこのウェイ箱に当てれば良さそうね。はい、どんどん溶かしていきなさい。完全に溶けたぜ。横着しないでちゃんと吸い込み切ればよかった。はい、ご苦労さん。隠し部屋の方に入ります。はい、来ましたわー。まあ二つだけだから、もともと山間で行けば 50% で行けるぜ。ね、これは落ち着いて各頭の中でシミュレーションしていくのよ。上のやつを落とすと、その後下の車を引っ張って。なるほど、引っ張ってから回り込めばいけそうね。はい、こちらを落として、これを端まで引っ張って。これぐらいでいいか。その回り道で回り込んでまた引っ張り直すんだぜ。はい、オッケーオッケー。またこれを引っ張って、ドーン。はい、パズル要素も無事クリアしたぜ。
サンストゲート。さあ次は霊夢が少しビビってた。特大キラーだな。別にビビってないわよ。不意を突かれたからビクってなっただけ。これはそのまま吐いたらいいの？普通に吸って吐いたらいいみたいだぜ。この下は何もないか。この後もまた出てくるぜおそらく。はい、いただきます。あぶな。まあ同じように吸って吐けばいいのよね。ちょっとこれペース速くない？連打すればいけるだろ。あ、ほんとね。ワンアップゲート。モグラとかダルマ落としとかいろいろ見るに三連砲とかきそうだぜ。だぜ。はい、残念霊箱ちゃんでした。あ、ミスった。吸い込みすぎた。なんかめっちゃ変な進み方になったけど気にしないでね。で、この奥なんかあるんじゃないの？キーホルダーゲート。やっぱアイテム類には鼻が利くな霊夢。そんな怪しい感じに言わないでくれる？事実だろ。はぁ、拾い癖あんのはあんたの方でしょうがよ。結論二人とも怪しい。さあなんだろこの星は。吸い込んでも何も起こらないみたいだぜ。はて、なんだこれ。仕方ないから進もっと。あ、この前めくった青い星だぜ。おーおーおー、めくれるめくれる、めくれる。しかしどこまで引っ張るんだ？あれ？ここで突っかえるんだけど。おー、なるほど。その星がピン止めになるんだな。そしてこの星に引っ掛けると。ぴったりハマったぜ。後ろの絵の敵が動いて飛び出してくるのはないのかしら。サイズも無理があるしそれはないだろ。まだこっちあったわよね確か。はい、サンスト発見。サンストゲート。よし、今回も無事コンプリートしたぜ。それでは運命のゴールゲームに行きましょう。ゴール。さあ前回は1を取ってしまったからな。まあ7は簡単よ簡単。これまでにも何回か7は取ってるからね。これこの通り、7はお手のものだぜ。なんか嬉しくないけどね。はい、完璧な着地。バーブー。ノーマルカービィだな。あ、こいつ地味にうざかった。はい、ラブリーラブリー。なんか被る率高いな。それじゃあ今回はこれで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。次回もゆっくりしていってね。あのマジックハンドなんか見たことあるわね。どっかでプレイしたりしたのか。いや、してない。あ、わかった。当時 CM で出てたであれ。あー、それだわ。